ソン選手が選ばれたということで、チームへやっぱり今ホーム清水エスパルスのキックオフで前半の45分が始まりました。あ、ここはグランダースネグ、そのシュートだ、決まった。さあマイボールにしたエスパルス、石毛が裏に出してうまくもらった石毛、ただ北川光也、さあチャンスだ、チョンテセシュート、決まった。非常に広島へのダメージ、サンフレッチェのダメージショットありそうするっていうような形だと思いますけど、そうですよね、変えているなら最初から変えますよね、はい、在籍していたジュビロからサンフレッチェに戻ってのシーズン、なかなか定位置確保にはいきませんでした。そのカーベが入った、折り返しチャンスだ、パトリック、ティーラシン選手とカーベ選手のポジション入れ替わったんですよね、ここうまくこのギャップ一番深いところまでよくついてきましたね、うまく相手を剥がして、そしてティーラシン、お、抜け出した、チャンスだ、左シュート、セーダー、6対2が防ぎました。これコーナーキックに変わります、うまく抜け出してきましたティーラシン、いや非常にいいアイデアでしたよねティーラシン、佐々木からもらったボール、ちょっとディフェンションしてるんですね、あ、最後は六端はどこに当たったか、とか触りました、まあ、体のど辛抱強く戦おう以上です、はい、ここもエレマで入ってきました、仕掛けて佐々木のボール、ティーラシン裏に抜けたところは選手がいません、スレイレの攻撃さ、竹内、あ、ここはうまくティーラシン、その岩田戦欠場、そして今日も途中出場です。エスパルスの中盤はアンカー竹内選手で、そのインサイドの中盤に白崎選手と柏原から抜けている、シュート打った、青山のボールはここも6番、ここはうまくティーラシンが裏でもらって前を向く、ゴール前柏山入ってきている、現在2試合連続得点なし、ここはチャンスになるか、ティーラシン後ろ向き、ここはもう一度小畑の左足、柏原のクロス入る、どうだティーラシン、和田拾う、青山のクロスはヘディングシュート、これも6段制だ、守備その今リプレイをご覧いただきます、これです、ティーラシンの結果的な清水さん変わらないまま終わりそうですね、まあ、後半はねかなりルール的にもなりましたし、運動量も増えましたけど、まあ、あれをね前半からね、